かぼちゃ寒天。人参 30g みじん切りにします。かぼちゃ 30g 周りの皮を剥いて、こちらもみじん切り。お鍋に水 200cc、 蜂蜜大さじ3、水がひたひたになるまでゆっくり煮てね。水がひたひたになったら、また 200cc の水を加えて、牛乳 30cc、 寒天 2g を加えてひと煮立ちします。タッパーなどの容器に移して、2時間ほどよく冷やしたら、お好みの大きさに切って、はい、完成です。今日は和菓子っぽくかぼちゃ寒天にしました。人参を加えることで食べやすくなってますよ。色もピッカンって光ってるようで可愛くないですか？ちょっとほっこりしたいなーって時におすすめの寒天ゼリーです。今日も一日お疲れ様です。いつも来てくれてありがとうございます。ここ数日休みがちでしたが、それでもいいねやコメントいただけて本当に嬉しかったです。これからも頑張っていくので、いいねやチャンネル登録で応援してくださると嬉しいです。でんより。